皆さん、こんばんはん、マーティン、絶好調徳、キングタクです。追求による指導についてお話しします。まあ、小中の通常学校を在籍している人が、軽度の障害がある子供に対して行う教育形態だそうです。まあ、各教が通常で行って、障害に応じた特別な指導を、特別な指導の場、追求指導教室で行います。対象となるのは、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、 学習障害、ADHD、死体不自由、病弱、身体虚弱ですね。よくあります。特別支援学級や特別支援学校に在籍する子供は対象とはならないんです。年々増加しておりそうですね。はい、追求によるし。あとは、ま、特別支援コーディネーターは、ま、校内の場合は、校内委員会とか、 あとは学校担当、研修、校内研修の企画運営。あとは校外の場合はいろいろな連絡調整、関係機関、専門機関。あとは専門家チーム、スタッフさん、巡回相談員。あとは保護者に対する相談窓口などです。以上です。バイバイ。